アメリカのデルタ航空の4月から6月期の決算は、1年前と比べて増収減益で、一株利益は市場予想と一致しました。旅客需要は好調だったものの、座席の供給が需要を上回ったほか、燃料費が増加したことなどが準利益を押し下げました。また、7月から9月期の一株利益の見通しについては、1ドル70セントから2ドルとしていて、市場予想を下回っています。 これを受け、デルタ航空の株価は4%下落しました。